ウクライナへの侵攻を続けるロシアのプーチン政権は29日ウクライナ4州の併合を祝うコンサートを開きます観客には公務員や学生が動員され愛国ムードを演出するとみられます4州の併合を祝うスローガンが掲げられていますこうした侵攻を賛美するイベントをプーチン政権が主催するのはすでに4度目ですいずれもプーチン大統領が演説してきました 独立系メディアによりますと、コンサートの観客には公務員や学生、有料のエキストラが動員されます学生は単位のための出席時間にカウントされたり、一部の大学ではコンサートに行かない場合、欠席理由の説明を学部長に説明しなければならないなど、半ば強制されているということです。